90度まで加熱しながら混ぜ合わせてゼリーの液を作ります。この時素材の風味を損なわないようできる限り薄く味まで行うのがコツなんだって。箱詰めされた製品はさらに段ボールに詰められて全国に出荷されています。